皆さんこんにちは、スリーセブン深田です。今日は麻婆豆腐を作りたいと思います。でもただ普通に作ってもしゃあないんで、季節の変わり目ということだって体調崩しやすくなっちゃっす。ニンニクマックス、ニンニクマックス、麻婆豆腐をね、早速作っていきましょう。マックス。さあ、ということで早速作っていきたいと思います。じゃあまずたまるけ、おっと、待て、今回はね、こちらのビールを、あ、ビールタイム。こちら、今日は朝日ザドリーム新商品ビールやのに糖質 50% オフ、発泡酒じゃないのに、糖質 50% オフ。これ前回もやりましたね、はい、これ流行ってるようです。おい、うん、うまい。この共通してすっきりしてるような飲み疲れしないタイプビールやけど、コク切れとは当初が目指すコク切れの最適なバランスのことです。知りません。じゃあやっていきましょう。フライパンにごま油を敷きます。ニンニクを刻んだやつ、玉ねぎですね。ニンニク1個中1かけをこの中に入れました。僕は麻婆豆腐に玉ねぎを入れます、うん、なぜなら玉ねぎは甘みが出るからです。辛いだけの麻婆じゃないです。こっから見たらチャーハンです。こちらミンチ、さあ転校生ミンチが投入されました。新生活、鍋の中は新学期だ。先生が来る前に着席できるのか、先生をお母さんと呼ばずに勤めれるのか。勤める、嬉しい、恥ずかしい。新学期、これは胡椒、みりんです。これはね、いいですね。そしてこちら豆板醤ね、こちらね入れます。お好みで調節してください。こうなりましたが、大胆に入れた、ウェイパーで、これぐらいですかね。そしてコチュジャン、ちょっと入れましょう。はい、で普通のお味噌もね、はい、甘さを出したいからね、普通のお味噌も入れます。これは多分米味噌かな。あ、そうです、肌くんちのお味噌は米味噌でございます。どしどし送ってくださいねもうちょっとウェイパーを入れます。砂糖をちょっと入れますね。みりんももうちょっと足します。ニンニクマックスなんで、ニンニクマックスバージョンじゃないやつも。仕上げはラー油ね、実は食べるラー油入れたら美味しくなる。普通のやつなんでちょっと小さじ2杯ぐらいで、普通バージョンはこれで終わりですね。そしてニラを、男ですね。おっ、どうぞ。ニラが入りまして、そして豆腐、京都でございます。普通はね、なんか木綿とか作ると思うねんけど、俺は絹の方が好きなんで、これ混ぜるときに崩れたりするから、大きめにカットしてくれてもいいと思う。なるほどね。でも思ったより崩れなかった。これはね、京都の生地ですから。マックスタイプを作っていくぜ。つってもニンニク入れるだけなんですけどもね、こちらの量のニンニクをね入れたいと思います。あっとあっとタイムアップだ。惜しかったですね本当はまあおろしてもいいねんけど、めんどくさいんでおろしません。タッ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 。おお、さあ、マックスですね。いきマックス、マックス、マックス。Okay. しかもまだこちらフライドガーリックが入ってますからね。タイムアップ残念だったな都合半分ぐらい入れます。あ、でもレニューしてるな。すっげー匂いする。うわー、これいいんじゃないでしょうか。皆さん待ち受けにどうぞ。そしてとろみをつけますので、片栗粉でおとろみをつけていきたいと思います。いいですね、おとろみ。さあ、ここに最後の四角、おとろみがこのマグマの中に投入された。さあ、いけるか、耐えるか、鍋どっちが勝つんだ、どっちだ、おとろみの勝ち。結構おとろみですね。ちょっとつけすぎましたね。はい、バカ野郎ですオッケー、いやー、マックスでございます。まあ、最後にお山椒の方をね。あ、お山椒、はい、縁起物のお山椒が入りました。うおー、はい、出来上がりました。いや、出来上がりました。こちらほら、うまそうですね。ということで早速いただきます、うん、うまっ。あのね、俺すごい辛いと思っててんやん。そうやろ、山椒とか入ってるし、ニラもいっぱい入ってるし、うん、ニンニクも。けどそんなただただ辛いやつじゃなくて、後からちゃんとくるピリ辛のやつ。そうやろ、お店のやつ。ニンニクはね、すごいね、あの主張してくると思ったらね、後からこうパッとくる感じ。でもね、あのお女子はね、すぐ気づくと思うよ。うん、してーぞってとジャッジマンとしてのだるま先生がいるんですよ。めっちゃ入ってるやん、白飯だるま先生って、うん、ちょっとマッチングをちょっと。飯大臣やもんな、お前。ニンニクが来た。え、めっちゃうまい。これはそれはそうでしょうよ。これ足りんな、ご飯が。ねえ、だるま先生、そっぽ向かれましたよ。さあ、じゃあ僕も味にしたいと思います。うん、うん、ほんまや、いい辛さだ。いい辛さだ。ちょっといいですか、だるま先生とマッチングが。あ、いいですよ。
カレー派？こういう感じの方が一番うまくない？これ。あー、いいですね。小カレー作るタイプね。いい感じですか？これはうまい。ぜひみんなやってください。ニンニクマックスにしてもいいんちゃうか。意味なんもない人やったらもう食べるラー油入れることと、ニンニクマックス使うことと、玉ねぎ使うことと、キノネ。こんだけ美味しい麻婆豆腐が作るんで、皆さんもぜひやってみてください。まだまだリクエストお待ちしておりますよ。リクエスト絶対に答えます。だから皆さんリクエストどんどんください。でも絶対もらったらやります。ショーン K でした。バイバイ。味は詐称していません。チャンネル登録するのが